シーラ・マジットは、マレーシア・クアラルンプール市出身の女性歌手。8人兄弟の末っ子として、マレーシアのクアラルンプールにて誕生。4歳からピアノを習う。17歳の時に、友人の誕生日パーティーにて歌を披露し、音楽プロデューサーの目に留まる。1982年に、音楽事務所と契約をするも、実際にアルバムデビューをするのは3年後の1985年であった。 デビューアルバムはマレーシアはもちろん、隣国のインドネシアでも、賞を受賞するなどヒットする。日本では1989年に、第18回東京音楽祭アジア大会に出場し、同年から日本国内でも CD がリリースされている。また同年、ヤマハ発動機のモーターボート、及び1990年には、日産自動車の乗用車のそれぞれテレビコマーシャルの、 挿入歌として楽曲が使用された。1989年にアメリカの T.E.B. 番組スターサーチに出場し、ベストフィーメールボーカリストを受賞した。1996年にはロンドンにてコンサートを開催し、チケットもソールドアウトになった。以降マレーシアを代表する歌手として世界で活躍している。ありがとうございます。